アイルランド国立大学ゴールウェイ校は、ゴールウェイ兼ゴールウェイに本部を置くアイルランドの国立大学である。1908年に設置された、アイルランド国立大学を構成する大学である。大学の略称はニューグまたは、ヌイゴールウェイ。本校では、以下、アイルランド国立大学ゴールウェイ校を指して、ニューグという表記に統一する。 四角形の建物入具の起源は1845年のクイーンズカレッジ、ゴールウェイまで遡り、その後、ユニバーシティカレッジゴールウェイとして知られていた。ヨーロッパ大学協会、アトランティック大学同盟、アイルランド大学協会、アイルランド大学、コインブラグループの加盟大学である。大学評価の世界的指標の一つである。 クアクアレリシモンズによる QS 世界大学ランキング2021では世界第238位、ヨーロッパ第73位、国内第3位である。過去最高は2010年の世界第232位。また、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションのザ・世界大学ランキング2020では世界第251から300位台と国内第4位である。 中央出願局は入部に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び欧州自由貿易連合の学部課程の出願を担当している。学部課程への入学の決定は、カ去に合格受験者に通知を出す、要指示する入部によって行われている。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。大学には最低限の入学要件があり、英語。 またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、数学の高レベル試験で40%を超えると、総合点数に25点加算される。また、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系の学部は通常、一つ以上の科学科目で、 特定の点数以上が必要となる。アイルランドの国家卒業統一試験のリービングサーティフィケートの科目試験には高レベル、普通レベルがあり、入学条件にレベルを指定する場合もある。また、試験の総合点数で学部に必要な点数を達成する必要もあり、通常リービングサーティフィケートでは点満点である。例えば、二千十八年の法学部は、 合格最低総合点数は473点である。また、総合点数は一部の学部は別の試験を受ける必要があり、必要最低点数が625点を超えることもある。例えば2019年の医学科は卒業試験のほか、保健師入学試験を受ける必要があり、必要最低限の総合点数は726点となる。合否は、 顔によって毎年8月中旬に発表される。アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び、欧州自由貿易連合の試験や、国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には、異なる出願手順が適用される。大学院への入学は、 入部が直接担当する。日本を含む欧州外の入学基準国際バカロレア、一般教育修了上級レベルなどのいずれかの受験者で最低入学条件を満たすならば、直接入学できる。ただし、入学を保障するものではなく、優れた試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。それ以外では1年間のファウンデーションプログラムを受ける必要がある。 これに入学するには、高等学校卒業証の5つの科目で4以上が必要である。ファンデーションプログラムで必要な点数を獲得すれば、学部に入学できる。大学院に入学する場合、4年生大学を研究科により一定のクグパで卒業している必要がある。アイルランドの2.2はクグパ65%、2.1はクグパ70%、 一枠グパ80%に相当する。大学は1849年に68名の学生を要するクイーンズカレッジゴールウェイとして開校し、翌年にはクイーンズ大学の一部となった。1908年のアイルランド大学法により、ゴールウェイ校は新しいアイルランド国立大学の厚生大学となり、新たな検証のもと、大学名は ユニバーシティカレッジゴールウェイに変更された。1929年のゴールウェイ大学法により、アイルランド語の使用に関して特別な法的責任が与えられた。1997年の大学法で、アイルランド国立大学ゴールウェイ校に変更されるまでは UCEG の名称を保持していた。1970年代には、大学のより近代的な校舎が建築家。 スコット・タロン・ウォーカーによって設計された。1990年代には古い軍事工場を学生センターに転用するなど発展を遂げた。21世紀初頭、ニューグは約4億ユーロの費用をかけ未来のキャンパスとなる計画の詳細を発表した。ネルソン・マンデラは2003年に大学で記念すべき登場を果たした。最後の訪問となったアイルランドでマンデラは アメリカ合衆国の外交政策を非難し、当時のアイルランド国立大学のギャレット・フィッツ・ジェラルド学長から名誉博士号を授与された。2006年の1月より、それまでアイルランド国立大学とみなされてきたスライゴ・セント・アンジェラ・カレッジは入部に所属することになった。これによりスライゴ・セント・アンジェラ・カレッジの学生はアイルランド国立大学の学位、ディプロマを授与されるが、 ニューグの学生ということになった。2015年以来、シャノンホテル経営カレッジは、ニューグの経営、公共政策、法学部に組み込まれている。ホテル経営カレッジのすべての教職がニューグの教職となり、学生もニューグ生となった。2014年、平等法廷は、2009年の間に性別を理由に、差別されていたと主張した、アイルランドのフェミニストカップルであるハンナー、 シーヒースケフィントンとフランシス・シーヒースケフィントンの孫娘であるミシュリーヌ・シーヒースケフィントン博士に有利な判決を下した。大学側は採用過程に欠陥があったとの判断を容赦なく受け入れた。2017年にはエリザベス・ティルリー博士が労働裁判所の審理を経て上級講師の資格を超えていると判断され昇進した。2018年には 2009年にも昇進を申請していた4人の女性講師が有効的に和解し昇進した。2017年の入部上級講師の男女比は男性が60,40と有利である。学術的に最も上位に位置する教授職の男女比は男性有利で87,13である。二千十八年には大学は高等教育と研究職における男女とも同産がの 推進への取り組みを評価するアテナス湾のブロンズステータスを獲得した。大学は町の中心部とコリブ川に沿って広がる。初期に建てられたクアドラングルはオックスフォード大学のカレッジの一つ、クライストチャーチを模して設計し、石は地元のものを使っている。1970年代にはスコット・タロン・ウォーカー設計により増築。1990年代には 古い工場を学生センターとスポーツホールに改築した。新聞サンデータイムズの大学ガイドはゴールウェイ校を2002年から2003年のアイルランドの大学に選んだ。人間生物学胸コンピューター科学胸工学胸2020年、現在の学部は下記の通り。2020年現在の研究科は下記の通り。研究所、ライアン研究所海洋、エネルギー。 環境以下が入具付属研究所の一覧である。センターユニット以下が入具付属センターユニットの一覧である。82以上のサークルがある。文学討論サークルが1846年に設立された最古のサークルである。ドラマサークルもゴールウェイ芸術祭などで重要な役目を果たす。50以上のスポーツクラブがあり、中には合気道、空手道、剣道、 柔道などの日本発祥の武道も提供されている。入具では留学生が学生人口の12%以上を占めている。俳優のマーティンシーンは今まで大学に通ったことがなかったが2006年秋、学期から入具に登録した。2020年7月現在、約350校の大学と学術交流協定を締結している。そのうち1校は日本にある。 日本、ありがとうございます。